時刻は3時を回りました。3時といえば、マンチタイム！ふぅ！マンチとは英語で、むしゃむしゃとか、もぐもぐといった意味があります。なので、マンチタイムは、むしゃむしゃもぐもぐタイム。ちょっと小腹が空いていたので、何か食べようかな。今日のおやつは、これ！かきたねグリーン018ゆず胡椒風味。柿の種を使用したアイデア商品を多く販売している阿部光製菓の看板商品といえば柿種シリーズです。おつまみ感のある柿の種をピーナッツを入れず三日月型の柿の種のみを使用。場面に合わせて洋服の色やパターンを選ぶように自由に選んでほしいということから、縦型のシンプルなパウチに味によってナンバリングと色の違うパッケージをまとわせたスタイリッシュな柿の種なのですが、数あるフレーバーの中からこちらは若草色のパッケージにグリーン018と名付けられた柚子胡椒風味です。爽やかな香りと辛さが特徴で、辛いのが苦手な方はご注意くださいとのことです。では今日のおやつ、阿部光製菓の柿種グリーン018柚子胡椒風味いただきます。確かになんかスタイリッシュなね感じがしますよね。あんまりね柿の種でなんかこういう若草色のイメージがないのですごく新鮮ですが、なんでこっちの柚子と胡椒のこの絵はここだけ白黒なんでしょうね。ちょっとあのプリンターが調子悪かった時のね、ここだけ白黒になっちゃう感じね。本当はカラーにしたかったんだろうな。そうでもないのかな。どうですかね。ではオープン。これ結構な量入ってますよ。多分頑張れば1週間ぐらい持つと思いますよ。すごいです。本当だ、ピーナッツ全然入ってない、1個も入ってない。では、おー、ふやとやです。光っております。ではいただきます。これほんと辛いの？辛い方ご注意くださいってね。あ、全然、ん？あれ？あれ？辛くないぞ、これ本当に。あれ、味覚変わった？あれ？でもあの確かにこう柚子胡椒のすごいいい香りがしてますね。あのパンチはあります、味には。あれ？なんか悔しいな、辛さが感じられないっていう。多分の、はい、味覚が変わったんだと思います。あ、でも最初なんかこうピリっていう感じはしつつ、後味はスワースワーっとなんか爽やかな香りが口の中に残っておりますね。ペアルックだからこれとすればいいってことでしょう。他の色もあるんですもんね。じゃあ皆さんの全身緑を着た時はそんなことあるかな。全身緑着た時はこのね18番の柚子胡椒風味皆さん食べてください。なんかまた一個作った方がいいのかな。辛くない、どこへ行ったの、辛さあ、あダメだ地足らず地足らずでした。マジタイム、今日は阿部光製菓の柿種グリーン018柚子胡椒風味いただきました。またこの動画はチップ FM の YouTube チャンネルにアップしますので、ぜひご覧ください。ZIP FM 77.8